はい、ガッチャンです。はい、ガッチャンです。今日も、ジャンピングエクササイズをしていきますが、ですね、昨日から昨日の動画、まだ、昨日の動画を見た人は、何言ってるか分かると思うんですけども、今日が39、9、8、9、10、40日目です。はい。残念ながら100キロを切ることはできていませんが、まだもちろん全力でダイエット中です。ですね、昨日からね、まあ自分で使ってるあのサプリがどういうものかちょっとよくわかんなかったんで、モリンガについて研究します。まあそんな話をしながら、今日も15回のエクササイズとしてジャンピングしていくんですが、ですね、今日はね、ちょっと横に向いてやろうかな。横に。はい。なぜかというとですね、そう、ちょっと、このね、足を開いた式の、スクワットをちょっと教えてほしいって方がいらっしゃって、で、まあ、教えたこと大したことないんですけども、足はね、肩幅よりちょっと大きいぐらい。まあ、私だったらこれくらいのところまで開いたかな。で、こう、腰を落としていって、まあ、深いに起こしたことはないんですけども、早く上げると。本当はね、ジャンプするような勢いで上げればいいんだけど、これジャンプすると、まあね、本当体おかしくなっちゃうほど疲れちゃう。で、どっちかというと、猫背にならずに、前鏡にならずに、後ろに体重を置くって感じの方がいいわけよ。なんで、ちょっと横から見たら感じを、数えながらやっていきます。なんで、15回3セット。いくよ。せーの。1回。で、この腕はね、そう、バランス取ってる感じ。2回。3回。4回。5回。6回。7回、8回、9回、10回、11回、12回、13回、14回、15回、よし。こんな感じでやっていきます。んで、これやってる理由っていうのは、ぴょんぴょんするした時の、有酸素運動効果を、高めるために、やってます。で、このぴょんぴょんする前にこれやることで、有酸素運動がスタートするのに20分かかると言われてるのが、ぐっと短縮できるみたいですよ。よし、いくぞ。せーの。1回。2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、11回、12回、13回、14回、15回。はい、これですね。で、まあね、私自身も結構慣れてきたんで、そんなね、苦でもないんだけど、最初の頃はね、すげえ苦しかった。最後は、カメラに向かっていこうかな。いくよ。せーの。1回。2回。3回。4回。5回。6回。7回。
8回、9回、10回、11回、12回、13回、14回、15回、よし。はい、ここから、ぴょんぴょんやっていきますが、はい、かなり付け焼き場なんだけど、はい、モリンガ勉強中なので、モリンガの話をしながらやっていきたいと思います。じゃあ今日も5分間いきます。私がね、使ってるダイエットサプリは、モリンガを使って、を主成分している、ダイエットサプリで、ジージャっていう、ネットワークビジネスの会社の、商品です。はい。でですね、このモリンガを使った製品が主力製品みたいなね。はい。で、私はですね、このダイエットにするにあたって、ダイエットサプリである XMC と、モリンガを中心にいろんな、栄養素を含んでいるものをミックスしているスーパーミックスという2つを、使っているので、というかそれしか使ったことないので、はい、ぶっちゃけねあんまりよくわかんない、正直ね。そう、よくわかんないで、一緒にねダイエットしようって人がいれば、一緒に私もダイエットしたいわって方がいれば、これどうぞ試してみてねっていうふうにお話することはできるんですが、はい、基本的には、はい、モリンガのことよくわからないです、正直。そこで、今日これからね、今日というか昨日今日ちょっとね、モリンガ勉強してるんですけども、モリンガっていうと、のはね、なんか別名でね、日本名ね、わさびなんとかどうのこうのっていう名前で、わさびに似てる品種みたいですよ。そう、そう言っていいのかな、もしかしたら大間違いかも。ウィキペディアにはそんなこと書いてあったんでね。で、動画でね、モリンガドアとかで探すと、あんまりモリンガに関する説明が載ってなくてさ、正直ね。そう、もっとね、モリンガっていうと、いっぱい出てくる気がしたんだけどね。なんで、そういう意味でも、健康食品とか、栄養たっぷりの野菜とか、青汁とかね、に興味、ってか、で、健康管理をしてる人たちの中では、もしかしたらモリンガってメジャーかもしれないけど、私自体に、もう健康興味ない、ダイエット興味ない、なんていうタイプの人には、まあ、全然何も知らなかったっていうのが正直なところです。でね、調べたところによると、亜熱帯性の食物で、そう、日本にはね、まだほとんど入っていけない。で、っていうのは、気温がね、10度以下に下回ると、このね、モリンガね、生育がしないで、枯れちゃうらしいのね。だからさ、日本国内で育てるってなると、ものすごいさ、コストがかかるわけ。うん。そう、コストがかかって、まあ、採算が合わないからっていうのもあるんじゃないかな。そう。ほんでですね、インドのね、アーユヴェーダの教科書っていうのがあるらしい。アーユヴェーダはね、ヨガのね、の教科書に、載ってるらしいんだけど、その教科書によると、モリンガは300種類以上のいろんな、体のトラブルに、いいと、そう、効果があるらしいということが、書いてあるらしいです。まあ、ここら辺はね、薬事法の関係でかなり微妙な言い方ですけども、ぶっちゃけそういうことです。と、ぶっちゃけの部分だけ覚えててくださいね。で、自然界にある植物としては、一番、一つの植物としては、36種類とか30種類って言ったかな、30何種類の栄養素を持ってて、で、人間の体の中に、そう、必須栄養素も非常に多いんですって。はい。あ、そうか、必須栄養素、日本人間の必須栄養素が、になる部分が30何種類って言ったかな、まあ、そこは結構微妙。そう。で、日本で青汁って、ケールとかね、青汁は大体16種ぐらいなんで、そう、そういう意味では自然界にある、健康というか、必須栄養素をたっぷり含んだものとしては、史上最強。うん。モリンガ以上のものは今のところに見かけないらしいよ。そう。ほんで、そう、それで、亜熱帯地方では、
ミルクにね、赤ちゃんのミルクにモリンガの粉末を入れたりとか、そういうのは、とかね、そういうモリンガが普通にあるところでは、野菜サラダとしてバリバリ食べるとか、そういうのがね、一般的らしいんだけど、なんせ日本の気候に合わないもんだから、今まで、入ってくることもなかったみたい。で、まあ、そのモリンガを、主成分に、主にしてるのが、ジージャっていう、メーカーのサプリメントで、その、まあね、そのジージャじゃないところにも、いっぱいサプリメント、モリンガを使ったサプリメントってあると思うんだよ。お茶もあったし、粉末もあったし。じゃあ、モリンガがなぜそんな、ジージャのモリンガがなぜそんなにいいのかっていうのは、ちょっとね、私まだ調べてないんだけど、まあ、基本的にネットワークビジネスの商品って、みんないいわけよ。悪いものはない。うん。お金かけてるの。だって。すごいお金かけて作ってるから、ネットワークビジネスの商品が基本的に悪いっていうのはあんまない、あるよ、あるよ。まれにさ、蓋を開けてみたら、実は石油でできてましたとか、そういうのあるんだ、あるの。日本の有名なメーカーでもね。あるんだけど、今現在にあるネットワークビジネスでそんなメーカーなんかないわけでさ、過去にはね、いろいろあったかもしれないけど、そんなメーカーないわけで、そのジージャの、その、モリンガがなぜいいかっていうのはね、多分ね、品質とか、品質管理とか、そう、一箇所で作ってるとか、非常に栄養を蓄えやすい環境でできてるとか、栄養素の、量が多いとか、そういうことだと思うんだけども、それはね、また後日、ちょっと調べて、お知らせしたいと思ってます。まあ、そんなわけで、6分ぐらい飛んでたので、今日は終わりにしたいと思うんですが、そうですね。はい。ダイエット。私ね、ダイエット、だんだん楽しくなってきたんですけども、ダイエットね、一人でやろうと思ったら、無理。そう。まあね、ダイエットの情報いっぱい出てる。いっぱい出てる。インターネット探すともうダイエットなんか誰でもできるから、もう、動画から、ブログから、YouTube から、まあ、YouTube にしようか。で、いっぱいあるんだけど、よっぽど意志が強くなければ、よっぽどダイエットする目的が強くなければ、よっぽど周りに関してくれる人がいない限り、一人じゃ無理。私はこうやってるけど、世界中の40人と情報を共有しながら、今日はこうだった、今日はこうだった、今日はこうだった、こんなことで悩んでるでパン食べちゃったとか、そんなことも共有しながらやってるんで、なんとかやってられますが、一人でね、一人で、大きい、結構大きい体重、落とそうと思ったら無理。うん。1キロ2キロだったらできるかもしれないよ。でも私1キロ2キロのダイエット経験ないから。私がダイエットするときはもう10キロとか20キロの世界だっけに、まあそこを考えると、もう自分でダイエットして自分で新しい人生をつかもうと思うぐらいのダイエットをしようと思ったら、一人じゃ無理。うん。これは間違いない。そう。まあ一人じゃ無理ってことに気づいた皆さん、ぜひ一緒にダイエットしませんか。まあそんなわけですね。ガッちゃんと一緒にダイエットしたいな、私も痩せたいなっていう人がいらっしゃいました。男性、女性、日本人、外国人、宇宙人関係ありません。ぜひ私にご連絡ください。一緒にダイエットしましょう。そう、モリンガのサプリね、私使っててなんだけど、ダイエットサプリとしてはこんなに最高なものはないんじゃないかなってぶっちゃけ思ってます。はい、最近までモリンガのこと全然知りませんでしたけどね。そんなわけで、明日も明後日も元気なガッちゃんでした。よいしょ。今日の動画はいかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるガッチャンです。そんなわけでね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただけば、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。普通のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも声援ありがとうございます。ガッチャンでした。